どうも、西田渡です。本日なんですけども、こちらのカードですね。はい。プログレデジタルの 165GB の、コバルトっていうところでね、新たに発売しました。今までね、コバルトと言いますと、こちらの2枚ですよね。こちら。650GB と 325GB っていうところで、まあ、僕の動画のね、ご覧の皆様ってなりますと、やっぱりここにあります通り、R5 ですとか、こちらね、R3 とかっていうキャノンユーザーの方多いと思うんですよね。で、キャノンの 1DX Mark III 以降のベンチマークの CF エクスプレスはこちらになってるんですよね。プログレデジタルの 325GB っていうところで、もうこれがね、ベンチマーク、CF エクスプレスっていう風になってるんですね。型紙小さくね、連写した際のその辺の書き込み精度とか速度とかっていうところは 325GB っていう風になってまして、 325GB を持っているのはこのプログレードデジタルっていうことになりますし、まあ僕自身もね、今までこれ、まあただ使ってきてますけども、こういった収録とかにもね、ただ使ってきてて、ほとんど、まあ一回もね、書き込みがミスったことがないっていう、これは非常に大きなね、アドバンテージになってるかなっていう風に思っているんですよね。で、その中でも、やはり一番皆様今までこちらの CF エクスプレスでちょっと困っていたのは、単純に容量に対して値段ですよね。例えばこちらだとまた値上がりしていくらぐらいかな、まあ、とにかくこれだと10万近くするし、650だと10万近くするし、こっちでも5万ぐらいするのかな、まあ、ぐらいの、とにかく高いですよね。いざ買うぞってなったら、いや、レンズ変えてしまうじゃないっていうぐらいですが、例えばなんですけども、このこちらのね、リーダープログレデジタルのリーダーなんですけども、これサンダーボルト3のタイプのリーダーなんですけども、これと組み合わせて MacBook Pro とかにね、 SSD に書き込むと1秒間に 1.2 ギガとか書き込まれていって、まあ20ギガとかのね、写真データ30ギガとかだったとしても、ほんと一瞬で、もう2、30秒でバンと入ってしまうっていうところで、一度使い始めるとね、戻れなくなる。そして安定感安心感っていうところでは、プログレードデジタルがまあ一番最適なものなのかなというふうに思ってます。まあ Z9 とかニコンのね、この CF エクスプレスを使わなきゃいけないマシンに対しても、基本的にはプログレードデジタルをね、使用しているっていうね、Z9 とかも推奨のカードとかになってますよね。まあ今ニコンも新たにね、出してきたようですけれども、今までの実績で言うと、やはりプログレードデジタルの SLC メモリっていうね、工業用で一番使われている安定安心のチップが入っているっていう意味でもね、今までがね、爆安すぎたっていうのもあるんですが、とはいえ、まあ高いものは高いと。そういった時に、スチルユーザーの方って、ぶっちゃけですけれども、スチルを取る上では、ここ、650と325ってちょっとオーバースペックでしたよね。僕自身もやっぱりさすがに4500万画素、2400万画素とはいえ、まあ325ギガを取り切るってことは、まあそうそうありえない。もうとんでもない連写をローデータでしない限りは、まあありえないというところでね。なので、今回この、まさに多分皆さんが一番待ち望んでいた形じゃないでしょうか。そこそこ安く。今回が2万7000円かな、こちらがね、概要欄貼っておきます。安い上に 165GB だとちょうどいいですよね。まあ僕の場合256ぐらいあった方が、まあ1週間とか撮るぞとかってなった時にはありがたいはありがたいですが、とはいえ165突っ込んでおけば、まあほぼ撮れないものはないっていうこと。あとは速度感とかも含めてね、もうこれ入れとけば間違いないということで、大体今日ね、皆様にちょっとご体感いただきたいということで、ちょっとこれ早速入れてみようかなと思います。まずは R5 で見てみましょうか。はい。はい、まあこういった形でね、1000分の1、12800ということで、まず連写してみましょうか、せっかくなのでね。いきますよ。これ、ローデータのみですね。ほぼね、ほぼノンストップなんですよね。これ4500万画素のローデータがずーっと書き込まれてる。まあ、切れることないっすね。あ、ちょっと切れた。ちょっと切れましたけどね。ただ、はい、バーっと書き込まれて、はい、もう切れた、消えたって感じで。ただ、1個ね、特筆すべきは、これ、12800分の1の、ローデータなんですよ。ってことは、ISO が上がっていけば、いこうとね、データって重いわけですよね。今のデータで、こちらね、51.2 メガっていう風になってるんですよね。50メガをほぼノンストップで書き込めるっていう風になると、これかなりの、ね、速度なんですよね。これ一番重くなると確かに60メガぐらいまで行ったんですが、50メガをもうほぼ無限で連写できてましたよね。こういった形でね。これメガシャッター。まあ電子使って20コマになるとちょっと止まるかもしれませんが、電子はさすがにね、歪みますし、R5、R6 っていうのは基本的にはメカシャッターで使っていく機種なので、このぐらい連写できれば、
もうほぼ問題ないですよね。なので R6 と R5 の実を言うとかなりの大きな違いっていうのはですね、画素数とかも違うんですが、実を言うと CF エクスプレスが R5 では使えるけど R6 では使えないというね、実はここも一つね大きなヒエラルキーがありまして、やっぱりね SD カードだと R6 でもねあるタイミングでは詰まってしまうことがあるんですよね、連写してると。ですが R5 に関しては今みたいにねほぼこの CF エクスプレス、しかもコバルトを使うことによってほぼね無限に連写ができるという、この辺のアドバンテージが大きいかなっていうふうに思います。なので今まではやはり値段の観点からね、本当は漠然とコバルトの方が絶対いいはずだよなと思いながら、こちらのプログレードのねゴールドを使っている方もいらっしゃったと思うんですよね。ですが、今回のこのような形でね 165GB が出てきてくれたおかげで、逆にもう本当にいよいよコバルトのこの速度感、絶対に止まらないこの速度感を体感できるようになったという、これが大きいのではないかなというふうに思います。じゃあ続きましてこちらですよね、 R3、 これは、電子シャッター30コマ、これももうほぼノンストップだと思います。止まることなく、あ、ちょっと止まりましたね。はい、ずっと押しっぱなしです。このぐらいかな。2400万画素がこういったペースで書き込まれていきますね。はい、一回離します。赤ランプがいつ消えるか、このぐらいで消える感じですね。こういうぐらいの連写で、これ30コマか、30コマですからね、このぐらいの連写でしていくとだいたいほぼほぼノンストップで撮ることが可能ということですね。このぐらいの感じですね。であっという間に消えるっていうね、こういう感じになってるかなと思ってます。もう一回初期化してこっちに最適化した、はい、ローデータのみですね、こちらね、はい、ローデータのみっていう形なんですが、30コマ止まりましたね。で仮になんですけれども、これこっちの15コマにした場合ですとほぼ無限になるでしょうね、さすがにね。はい、15コマだともうほぼ無限になっていくのではないでしょうか。2400万画素ですからね、さっきは12コマ、秒12コマで、5000万画素のデータを書き込んでいましたから、こうやって無限ですね。はい、なので、まあ、15コマ秒ぐらいで書き込んでいくと、これ多分 15ですかね、20コマかな、多分15だと思うんですけども、あとはテクニックとしては高速連写プラスアルファ、こちらね、フリッカー検知をオンにするとですね、実はちょっと裏技で30コマが高速連写プラスでも24コマになるんですね。こうなってくるとおそらくは無限連写に近くなるのでは。これ24コマのはずなんですよね。これ24、ちょっと詰まるか、それでも。でもさっきよりかちょっとマシかな。あんまり変わんないか。うん、あんまり変わんないですかね。このオートフォーカスの精度すごいですよね、このね。ずっと僕の目を追っかけてますよね、やっぱりね。このキャノン機種がね、R3 がね。これ全部ローデータですからね、こういった形でね。はい、ローデータでこういった連写ができると。すぐにランプも消えますよね。すぐ消える。うん、まあまあですね。はい。こんな感じの書き込み速度っていうことで、ただまあね、要はこの速度が、今のねもう最先端一番速い書き込みだと思ってください。それぐらい、まあ、このプログレードデジタル、まあ、もちろんね細かいあのデータを追い込んでいけば各社メーカー比べれば多少の差はあるかもしれませんが、もうほぼほぼこれがマックスの速さっていうところと、あとはキヤノンのねメーカー自体もこのプログレードデジタル自体をやはりオフィシャルのメモリーカードとしてやっぱり、認定というかね裏認定してますから。なのでやはり今回この165GB っていうね、このカードが出てきてくれて 27,000 っていうところ、これは結構大きいのではないかなっていう感じですね。で、この配信している4月10日なんですけれども、13日までかな、こちらのね 650GB と 350GB もね何パーセントか割引で今 Amazon で販売しているようなので、まあ、165だとちょっと1週間とか取ると厳しいなっていう人がいらっしゃれば、やはりこっちのねもう325あればもうほぼ間違いないかな。僕もこれがパンパンになったことはなかなかないので、まあ650とかになると僕はどっちかというとムービー用ですね、こちらムービー用で考えて使っておりますが、なので、まあ、165と
325、このあたりの2枚持っておくだけでほぼほぼ、写真を撮るっていう上ではね解決するのではないでしょうかっていう形ですね。何よりもやっぱり値段での、あの選択肢が増えるのはありがたいですよね。やはり最高速を味わいたい、今みたいな連写ですよね。このプログレデジタルのゴールドでは絶対に味わえない、先ほどのね秒30コマをまあ結構な、ある程度固まることの書き込めてましたよね。なんであんな無限連写せずにともガーッガーッガーッガーっていうぐらいの3秒間の連写を続けていくとかなればもう確実に R3 いけますし、 R5 もなかなか早かったですよね。4500万画素にもかかわらずかなり無限連写、まあ12コマっていうね、そういった枚数っていうのもありましたけれども、30コマ12コマそして4500万画素っていうところをあの速度で書き込んでいったっていう、そういった意味ではまあこのプログレードデジタル、そして安心安全の書き込みっていうところでの堅牢性とか安心感ですよね。ここは結構でかくてですね、要はもしもが起こって書き込まれてなかったら0点100点っていうところの0点なわけですよね。あのブレてたとかピントが合ってなかったとかそんな次元ではなく、もう根本からないってことになりますから、もう0点です、0点ですよ。なのでそれを防ぐためにもね、ぜひともこちらのプログレデジタルの165ギガ、これはかなりやっと来たかっていうね、フォトグラファーの皆様、写真を撮るスチルフォトグラファーの皆様にとっては、まあ、必須の1枚になるのかなと思って今日は動画でご紹介させていただきました。参考になれば幸いです。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。